ラジオ等からの俯瞰ベルリン中央自動車駅は、ベルリンのシャルロッテンブルクビルマースドルフクベストエントに、ある自動車駅である。一般には、ベルリン中央、バスターミナルとも訳される。グスタフ・セベリン、ベルリンバス自動車組合の創設者が中心となり、1951年以降、西ドイツ地区のバス駅であった、シュツットガルト広場に代わる施設として1966年5月に、 解説された。当駅は長距離バス専用で乗り入れるバス事業者数は35社の路線に及び、ザブベルリンはドイツ国内の長距離バスの輸送システムにおいて重要な拠点の一つとなっている。自動車駅とベルリンラジオ島たり駅はベルリン市西部のシティウエストに位置し、近くをベルリン環状線やアウトバーン100号線が通る。スバーンベルリン環状線の滅跡田。 ICC 駅 S41、S42、S46 線から350メートル、ユーバーン2号線のカイザーダム駅から300メートルの距離にある。わずかながら PVG の市内路線バスも直接上入りをしている。さらに、至近距離を高速道路とエイブスが通っており、これにより他の大都市のように時間のかかる、中心市街地を通過しないで済むというのもバス事業者に、 とっては大きな魅力の一つとなっている。ラジオ島そばにあるザブは2001年以降、b v g の100%子会社の国際自動車駅運営会社が運営している。ただし出冊窓口はザブ旅行代理店の名称でバイエルウンエクスプレス &PQ ンベルリンの子会社のベルリン中央自動車駅会社が運営している。 また他の長距離バス会社のコンテナ、改造出札窓口もあり、春来前やマイン長距離バス、ドイツポストバスがあるが、施設自体は、アイオブの運営である。2012年のザブベルリンの乗降客は6万4000人で、乗降客以外の利用者はさらに3.2万人に、上り、その翌年には9万9,870人に、増加した。 2014年が約17万5千人の乗降客と約9万人の利用者を記録し、2015年には20万8200人に乗降客数が増加した。2019年の乗降客数は23万人から34万4千人の間と予想されている。アイオブによれば、55のバス会社がザブを定期的に使用し、他の10社は不定期で使用している。 その路線は、ベルリンとヨーロッパ各都市間を結んでおり、ベルリンの地理的関係から東欧からの玄関口として、重要な位置を占める。また近隣に展示場があることから、ベルリン国際緑の週刊、イグ、ベルリン国際ツーリズムマーケット店、ITB、国際ラジオ展覧会の際には特に混雑する。以前は長距離バスが、DB の独占運用であったので、 日本の国鉄バスの同様の施設名を訳語として使っている。いよいよ勃発、ドイツ庁距離バス戦争2017年10月7日、閲覧 TU、ミディニファーメーションツームとで、ホンジーセベリン、TU ベルリントラウアートウムグスターベセベリンドイツ語、ザブエームファンクターム、通称としてこう呼ばれる場合もある。PVG ジェシフヘツベレクト2013 ベルリーナーバーキスピトリブ 2014P772016 年1月6日閲覧オールド BVG でザブベルリンハットデアブスボンホフプラットストアオスアーレンノットンインベルリーナーツイトゥング22エイプリル2014アブジェローハン AM12 オーガスト2014ブームアンバイナクトンゼントレイラーアマナブスボンホフアウフリーカードカーズ ベルリーナーバーキスピトリブ29デトセンバー20142015年2月1日閲覧デートイコールの日付が不正ですガンナーシュピーリアスミューラーシナトエル・エスエスティー・デン・ファーンベー・ベスボンホフ・ベルギャモルン・イン・ BZ12 エ p プリル2015アブジェローファン・エ m ム14エープリル 2015, リル2015ありがとうございます